あ、星ありますね。でも自然でいいな。そうだね。今の時間だと画質落とさないと見れないから日中見直してみるかな。ああそうだね。あとはほら動画にしますから、今回のやつとかはね、動画にしますんで、ご安心してください。ほら今なんか激化されたザック流れてきてるでしょ。今激化されたザックが流れてきてるでしょ。あれだ、マガジンがなくなっちゃった。デブリ流れる表現あるのか。そう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 、細かい演出良いなあ。あ、こいつは絵が細かい。デブリもありますね。こいつは射撃が効かないタイプですね。こいつは射撃が効かないんでアムロを呼ばないとダメです。地味にちょっとこういうのがめんどくさいです。まあ、昔のゲームはね、よくほら、今もそうか。今もほら、耐性とかあるからね。ね、槍に弱いとかあるでしょ。槍に弱いとか。ね、剣に弱いとかね。同じ。まあ、そういうのは、コール、ギル。よし。せめて角付きとか色違いで体勢分けて欲しかった。まあ殴ってみないと分かんないってのは確かにちょっと難しい。なんか精神的に弱い人はなんかこのゲームはできないかもしれないね。ねえ、あんなお母さん連呼されたらさ、心がなんかやられちゃいそうで。半端ない。本当だね。でもこれが戦争なんだよ、ね、悲しいけどこれが戦争だから。あ、マガジンあります。子供からすると泣き言を言ってるかっこ悪しか感じないんじゃないかな。逆にある程度年を重ねると罪悪感半端ないんだろうけど、スレッダーさんの言う通り。本当だね。悲しいけどこれ戦…ああまた射撃無効ですね。アムロ…アムロ召喚です。
カイト・ハヤトは逆にアムロに交代するまで一回は攻撃耐えるはずないといけないのか。そういうことだ。なんてこった。70も食らったね。敵も強えな。70食らってるぞ。70。ほどアムロにダメージ与えてるんじゃこのザク。確かに。敵を一気見つけたらしいですよ。ねえ、大丈夫か。任せてください。一体どんな敵を見つけたんだ。まさかの、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 ねえ、劇場版基準じゃなかったのかっていう、まさかの。このザクレロ入力見せてくれるわ。え、なんでビグロじゃねえの。ね、なんでビグロじゃねえの。まさかの。ほら、うわぁ、いや見て見て、巡り合えなかったザクレロかよ。ザクレロだ。しかもあれだよ、敵ノックバック攻撃やってくるからね。ほらな、あのなんでレベルマックス、あのレベルあそこまで上げる必要あったんですかって。ねえ、あのザクレロ、ほらノックバック強い。すごいじゃんこれ。だこれわざと、あのなんだっけ、あのここで待ってると方法あんだよね。中距離からライフルではめた方がいいんじゃ。んそうだよ、そう。あ、でもライフル効いたかな。まあいいや、やってみましょう。あ、効きますね。いや強え、めちゃくちゃ強え。このヒートなたせの近接があるから、いや多分そこ多分ちーざまーねーぜ。宇宙か。セラさん、兄さんしか言ってないんだけど。ねえ、セーラさん、兄さんしか言ってないんだけど。そやガンダムに傷はつけたけどさ、コンスコン教習ね、次はコンスコン教習ですね。なんで数々の名前付きジオン兵がモブに変えられたのにデミトリーが出れたんだろう。あんま気にしちゃダメだよ、気にするとキリがないから。来ましたよ、コンスコン教習です。え、シャアにライバル意識を持ってたっけ。シャアにライバル意識を持ってたのはマクベだった気がしたんだけど、マクベとだった気がするんだけど。これは激闘になるぞ。本当だね、これは 激戦ですね。来た、スタックの厚いデミトリー推し。いいね、このあのドムの数、いいね、数えておかなきゃいけない気がする。シャアが見てるぞ。いいね、これいいでしょ、これこのドムの、あの現れ方いいでしょ。ねえ、これは強敵だよ。シャアが見てるんだぞからの想像かな、多分ね。いいね、今このドムの教師、恥ずかしい姿は見せたくはないとは言ってたような。そうだね、恥ずか、そうだ、それは言ってたね。
シャアも元ドズル配下でしたので、何かあったのかも。演出良いな。この演出良いなぁ。すげえグラ。絶対13期以上いそうなリックドムだな。行くぜ。はい、見てください。驚異の、12面マップです。ねえ、皆さん、驚異の12面マップですね。もう見てるだけで疲れるよ、本当に。なんだよ、この12面マップとか、本当に。正直、精神的に嫌になりそうなマップ構成だな。うわー。Windows 10画面みたいだ。本当だね。いや、強えな。最終決戦は24面かな。射撃が効かないね。アムロ来てくれ。早くアムロ来てくれ。ドム多すぎない？あれ、とりあえずあれだね、またシャンキャン必要だったらアムロを呼びましょうか。一旦風呂落ちします。入ってらっしゃい。あー、ほら、また射撃体勢が。アムロ来てくれ、早く来てくれですね。なんかドラゴンボールみたいになってるこの辺は。クリリンかな。いや、まあ立ち位置的には確かに。あ、やったぜ、レベルアップ。クロスレンジまだ36なんだね。これあれかな、もうこれ以上上がんないから、これ上げるとあれかね、これ上げるともしかしてあれならないね。あれかね、やっぱそういうのあんのかね、スキルの振り分けとかなんか出てくるのかね、そういうの。
そうですね、やっぱ射撃耐性ないのは弱いです、ね、射撃ですね、あのピンポイントあのビームライフルがあればね、大体倒せますからね。本来はガンキャノンとかは中距離支援機なんだけどね。なんかほとんど支援機じゃないような、まあまあビームライフル装備できるからね。ビームライフルはこの時代ではね、あの一撃必殺だからね、あのそれが装備できるわけでね、支援機はもったいないって感じもあるんでしょうね。あの重装甲だし。和骨です。はい、こんばんはです。耐性がない敵ばっかだと簡単です。おい、コンスコン一体何機のリックドム用意しやがった。もうすでに12機以上のリックドムいるんだけど。ゲルググよか早いですし、うん、気にしたら気にしたら負けてる。あのゲームだからね。だってほら、あの私をかあーあー、射撃は効かない。アムロー、アムロー早く来てくれ。アムローですね。アムロー、アムロー。待たせたなって感じですよ。じゃあまずアムラ上のマップをちょっとあるか倒してもらう。いた。あんだけマップ離れてて解散生きてるかな。大丈夫大丈夫、あのターン制だから、あのそっちのマップに行かないと、あの一切敵動かないから。いやこれリアルタイムバトルだったら無理でしょ。リアルタイムバトルになったらさ、あのある程度仲間が AI で動いてくれないとさ、あの無理でしょ。助けてくれーですね。今のゲームはそんな感じだよね、リアルタイムバトルって感じで。だ仲間がある程度ね、あの戦ってくれるからね、その回。お母さんですね。あれ？あれれ、おかしいぞ。原作だとリックドム12機だったはず。いやゲームだから。あ、ドムもう一つ発見。あ、届かないのか。微妙に届かないのか。負けたくないから真の意味で物量戦仕掛けてきやがった。ほんとだよ、ほんと何機のモビルスーツがいるんだよ。ちょっとなってる。あ、まだいます。まだいる。5人いる四天王と買いますからね。ほんとだね。これだとコンスコンのあのセリフに矛盾か。まあ気にしちゃダメだよ、ゲームだからね。ゲームはね、やっぱほら、あ
の本来だって量産されてない機体とかもたくさん出てくるしね。戦機の異常な量のクロスボーンムスとか、そう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 。よし、こんな感じか。じゃあ次ハエトだね。ハエトに頑張ってもらいます。もしかしてどこかにいるチベ撃破しないと無限脇とかしないよな、このリックドム。いや、さすがにそれは ないんじゃねえのかね。まあゼロではないと思うけどね。さっきのね、カーボンね、あれ、射撃が効かない。アムロ早く来てくれですね。だからこう思うとさ、本当にさ、キャノンにサーベル持たせろって気持ちが分かってくる。でもさ、キャノンがサーベル持ってない理由は単純だよ。キャノンはもともと、中距離とか後方の支援機だから、接近して戦うっていうのは、今のはね、こいつは今度は格闘が効かないの。今のは今のやつは格闘が効かないの。今度は接近性の格闘が、あれ、軍服かのジムキャノンにとかは正解だったのでしょうね。ああ、ただほら結局さ、ジムキャノン2もその後後継機的なものが現れない理由は簡単で、また格闘ジムキャノン2がサーベル持ってるのはジムカスタムとのパーツの兼ね合いなのかな。まあというよりほら支援機も前に出なくちゃいけないほど数がいないってことだね。数が一年戦争みたいに大量のジムで戦うっていう方式じゃないから。頃になると軍縮が進んでて、モビルスーツ自体 の総数が少ないから、例えばなんだっけ、ビームスプレーガンじゃなくてなんだっけ、ジムライフルになった理由は継戦能力ね。継続戦闘能力を考えると、いちいちさ戻ってなんだっけ、戻らないと撃てない兵器、ビームガンとかスプレーガンとか、ああいうのは意味がない。格闘無効って結構やり手なパイロットっぽいな。そうだね。あ、やっちゃった。アムロンピンポイント使いますか。0083でアルビオン守ってた第4小隊がそうでしたね。そうだから結局マガジンタイプの武器を装備してるってことなんだよね。継戦能力の問題からね。大量いるんだったらね、一気ね、一列狙んでビームスプレーが打てばいいんだけど、数が少ない時にはね、弾が切れたからはい戻りますじゃね、意味がなくなっちゃうからね。
お母さん。ほんとこれさ、当時の子供たちはトラウマになんねえのかね。ねえ、こんなさ、グリプス戦役だとEパックが出たのと、戦乱自体が小規模化したから支援機がほぼいなくなった。それはネオさん解説で言ってるよ。解説で散々支援機がなくなった、なくなった理由はね。あー、格闘無効だ。精神に訴えかけてくるなあ。こいつは格闘無効ですね。持ちが高多いとアムロが一気当選した方が楽な気がしてきた。あのね、残念ながらエネルギー持たないんだよ。エネルギー、エネルギーって移動しても減るから、持たない。だからある程度なんだっけ、ガンキャノンとかにも戦わせないと、根本的にエネルギーが足りないんだね。エネルギーが、まあなんだっけ、レベルガンガン上げれば足りるけど、なんだっけ、特に低レベルでもし進行するんだったら、ああ格闘無効だ。低レベルで進行するんだった、ほら見てわかるじゃん、もうないんだもん。ほら回復はあと1個しかないよ、エネルギー回復が。だから根本的にエネルギーが足りないんだ、エネルギーが。だからガンキャノンとかにも戦わせないとダメなんだ。移動するだけでエネルギー減っちゃうから、移動するだけで。ガンキャノンも働いてもらう。マップが広すぎるからね。だから、ああまだできんのか。まだここのマップできんのか。まさかの継続戦闘能力の問題がこんなところで表現されるなんて。ああ、ある意味。リアルだね、ある意味。そういう部分で、ガンダム一人ではエネルギー切れになって、弾切れになって、戦えないっていう。あ、まだいるね。まさか本当にここまでの激闘になるとは。いやー、激闘だよ結構。やっぱレベル上げやってないからね、そもそも。まだいる、結構いるなここ。